はい、よろしくお願いします。今回は高校受験対策の詩集シリーズ第5弾をお送りします。で今回も、とある都道府県の受験問題実際に使わせていただいてます。で今回この10問なのでぜひねまずチャレンジしてみてください。でやってもらってちょっと不安なのがあれば今からね自分が解いていきますんで確認してもらえたらと思います。いいかな。では早速ねいつも通り画面を下げてから解説やっていきますんでどうぞよろしくお願いします。じゃあ下げますね。で今回10問っていうことと結構自分がねケアレスミスをしそうなものが多かったんで1分46やったかなかかりました。まあ参考にしなくて全然構わないんですけど、まあ、そのぐらいでしたね。ちなみに今回10問あるじゃないですか。これ100点中40点だったんですよ。でかいですよね。40点って相当、まあ1問4点なんですが、なのでやっぱりまあいつも言うように絶対に落としてほしくない、ここに関してはね。では1番いきましょう。でまずこれはね1マイナス7は答えだけにしようかな。これマイナス6です。まあ考え方としては1とマイナス7を、まあ、プラス1だね。プラス1とマイナス7を足してるってイメージだと、まあ、解きやすいのかなと。まあ苦手な方はね。で、早速2番ね。まあ、計算ミスを誘ってくるわけですよ。指数ですね。2乗。指数、掛け算、引き算、掛け算っていう。で、まずルールとして指数からです。必ずね。なので、こっからいきます。で、これなんですけど、外に2乗があるとき、こうね、括弧の。っていうのは、その括弧そのまんま2個かけるんだよって意味になります。だから9です。これはね。これに関しては9なの。まあ、書いちゃおうか。9。で、もう一個チェックしてほしいのは、じゃあ中に2乗があるとき。これね。これっていうのは、括弧をそのまんま外したこれと同じです。同じ意味です。これとこれは。で、これは、こっち、上はね、マイナス3が2つあるって意味なの。まあ、2つかけるって意味なんですけど、これは3が2つ、3をか、を2つかけるって意味で、それにマイナスがくっついてますよっていうだけの話なの。だから、3を2つかけます。でもマイナスが1個ありますよっていう。だからこれマイナス9になります。この区別必ずつけてください。両方出されるからね。で、次に掛け算計算するから、9に18。で、ここ一応マイナス、5かける3にしとこうか。マイナス5かける3すると、マイナス15。つまり、答えは3になります。で、次分数。まあ、ただでさえ分数で計算ミス誘ってるのに、それにね、引き算割り算を入れるっていう。で、これも割り算が先です。計算するときね。で、ここマイナス入れる入れないはね、個人で分かれると思いますけど、まあ、自分は、こうマイナス10分の7、マイナスから計算してしまいます。で、まずマイナス同士の割り算なので、プラスになりますよね。プラス。で、10分の7、割り算の後の分数なんで、掛け算に変えて逆数ですね。7分の15。ここのマイナスは、このプラスを使うために計算先にしてるんで無視します。無視というか、まあ、使っちゃったからね。で、7同士約分です。これは5で約分するから2と3。つまり、こっち行こうか。3分の2がもともといました。ここ計算したら、プラス2分の3でしたと。大体ね、このタイプ、こっち計算すると分数揃ったりするんですか？これ分母揃ったりするんですけど、まあ揃わないよね。で、こっから、まあこれ小学校でやったことですけど、通分します。まあ通分をミスを誘ってるんだよね。6で通分。こっち2をかけてるんで、4。3をかけたんで、9。つまり、6分の13。これ約分できないんで、これで終了と。で今これはこのシリーズ第5弾まで来ましたけど、もちろんこのシリーズだけじゃなくって、まあ皆さんが解いてる、模試とか、まあ受験の過去問でもそうですし、問題集でもいいんですけど、ちょっとこう、問題やるじゃないですか。その時に、これを作った人間がどういうミスを誘ってるのかなっていうのをちょっと意識してもらえると、それってケアレスミスが減らせるんです、そこで。なぜなら気をつけるポイントに気づけるからね。今言ったように、これだったら指数とか、計算の順序ですよね。で、ミスを誘ってる。これも割り算、分数の計算した後に、ここでミスを誘ってる。通分とかでね。で、これに関しては、もう、括弧の前のマイナスです。基本的に、そこの配りミスを誘ってるんですけど。
で、やっていくと、まず、これは2を配ります。だから、2x。こっちも2を配る。掛け算でね。だから 6y です。で、これ、まあ、マイナス1があるって考えて、マイナスを配るんです。両方に。で、マイナス 2x、マイナス配るから、プラス y に変わると。これをマイナス y にしちゃうんですよね。ミスとしては。で、もう一個ミスを誘っているのが 2x マイナス 2x です。これ消えるからね、0x になっちゃうんで消えてしまいます。で、何のミスかっていうと、2x マイナス 2x、まあ 5x マイナス 5x とかでもいいですけど、これ x が残るって勘違いされる方が結構います。で、普段そんなミスしないのに、なぜか受験とか模試の時にミスるみたいなことがあるんです、本当に。そういう子をたくさん見てきたんで。で、そこも気をつけてください。で、まあ 6y と。y が残ってるんで答え 7y になります。で、5番、ルートですね。多分、このシリーズで初かな？ルートの足し算と掛け算が両方入ってるのは、だったと思うんですけど。で、これに関しては大事なのは計算の順序、掛け算から先にやると。で、普通にやってっても構わないんですけど、自分癖で、先にルート直せるやつは直したいんですよ。で、ルート8。こいつが、4×2 なんだよね。で、4が2の2乗なので、こいつ2ルート2です。ルート8っていうのは。で、次こっち掛け算。先にやっていくと、ルート18です。6318ね。18が 9×2 なんです。9が3の2乗使ってるので、3が出てくる。つまり、プラス3ルート2となります。掛け算先ですからね。で、足し算残りましたけど、ルートの中が一致してるんで足し算ができる。つまり、外の2と3を足して、5ルート2と、これが答えになります。で、6番ですね。あれの因数分解なんですけど、これもね、まあ作った、このね、問題を作った都道府県はまあ担当者の方、ね、なんか、いやらしいというか、いい出し方されるなってちょっと思ったんですけど、これ見たときに。これの因数分解結構ミスするんですよ。何をミスするかって何をしたらいいかがわからないってなるんです。で、結論から言うと、これ、X が共通なんで、X を前にくくり出します。こっから X を取ると、X が1個残る。X を取ると、プラス5が残るんで、これが答えなんです。ただ単にくくり出しただけです、これ。で、なんでかっていうと、例えばね、じゃあ、x の2乗どうしようかな。プラス 2x マイナス3にしようか。これ因数分解しなさい。2がおかしい。太い眉毛みたいになっちゃった。これ因数分解しなさいって言われたときに、因数分解って聞くと、あ、カッコ2個のやつね。xx で、かけてマイナス3、足してプラス2のやつ探そうか、みたいな。そうすると、これプラス3とマイナス1なんですよね。かけてマイナス3足してプラス2になってるからさ、これ丸なんですけど、どうしても因数分解って聞くとこの公式、まあ公式を使って大体カッコ2個にしたくなるんですよ。あとは2乗とかね、カッコのね。でもくくり出しっていうのも因数分解の一つなんです。だから止まるんです、ペンが。何したらいいか分かんなくなってしまって、なんでそんな引っ掛けというか、まあなんだろうね、こうミスを誘ってるので、そこも気をつけてください。不意をつかれるんですよね。なんだこれみたいなね。で、7番、連立方程式です。これは y を揃えた方が楽そうですよね。なんで、上の式に2をかけます。そうすると、10x、2をかけるんで、6y。2をかけるからマイナス2ですね。で、下は、6いじりたくないんで、そのまんまいきます。こう。で、y を消すためには、これは足し算するので、11x イコール11か。つまり11で割って x イコール1ですね。x イコール1。で、それを、まあどっちでもいいんですけど、入れて解いていきます。こっち、下に入れようか。1入れると、1プラス 6y イコール13。1こっちに持ってくると、13引く1なんで12ですよね。だから6で割れば y イコール2となります。これで OK で、ちなみに連立方程式はもちろん時間があることが前提にはなりますけど、
必ず、合ってるかどうかの確かめをしていく。まあ、その癖をつけてください。必ず、連立方程式はね。連立方程式っていうのは、自分が解いた答えが絶対に合ってるかどうかをチェックできるっていうラッキー問題なんですよ。で、どうやってチェックするかっていうと、この1、2を入れるんです。上と下の式に2回やります、これ必ず。ちょっとこれ消しましょうか、こう。待ってね。ちょ動画長くなって申し訳ないんですけど、これちょっと紹介させて。まあ、知ってる方は、ね、申し訳ないんですが、まず上の式いきます。ここ1、ここに2を入れると、5×1 で5でしょ、上。マイナス 3×2 だから、マイナス6でしょ。で、一応マイナス1そのまま書いておくと、右辺と左辺って同じですよね。これマイナス1なんで。だから、OK。で、これを下の式でもやります。1入れて1、2を入れてプラス12イコール13。一致しましたよね。上の式も下の式も一致したんで、絶対に合ってます、この答え。で、なんで両方やんなきゃいけないか、めんどくさいけどね。やんなきゃいけないかっていうと、これ片方だけ当たる場合が結構あります。例えば、下は一致したのに上が一致しないみたいな。で、その時は間違ってる。どっか計算をミスってるので、もう一回やってください。いいかな？これが確かめの仕方です。連立ね。で、次が二次方程式解いていきます。で、まあ、これ、まあ、x2 乗にね、係数1以外、まあ、2とか3とかくっついちゃってるんで、だいたい解の公式になります。ただ、3x2 乗マイナス 6x プラス 9 みたいな。あ、全部3で割れるじゃんっていう時は3で割ってください。全部をね。で、因数分解簡単にできる時もあるんですけど、その後。まあ、これ解の公式でいきます。まあ、以前に紹介してるんで、口でいくよ。まず 2a 分のマイナス b プラスマイナスルート b2 乗マイナス 4ac です。解の公式ね。で、2a 分のだから3とかけて6分のマイナス b なんで、マイナス5の符号を変えて5プラスマイナスルート b の2乗マイナス5の2乗だから25マイナス 4ac だからマイナス 4×3×1 です。そうするとマイナス12で、やると、6分の5、プラスマイナス、ルート13。ルート13、何も出せないです、こっから。だから、これで OK 答え。これが答えになります。さあ、あと2問ですね。次が、等式変形ってやつです。ほにゃららについて解きなさいってやつ。で、今回これを A について解きなさいなので、A 以外のものを全部まず右辺に持っていきます。だから、まあ、B をこっちに持っていく。3A イコール10マイナス B。もちろんマイナス B プラス10でも構わないです。で、あと3が邪魔ですよね。ごめんね。これは3で割る、もしくはかける3分の1をするっていうイメージで、これね、癖で覚えていただけると早いかなと思うんですけど、ここにくっついてる、まあ、文字にくっついてるやつは分母に来るんです。なぜなら3分の1をかけるから。こっちもね。そうすると、全部一気に乗せちゃえばいい、こうやって。これが乗って3が下に来る。これ答えなんです、結局。で、どういう発想かっていうと、2a イコール5みたいな、解くときに、これをね、a イコール5分の2って間違える人が出てきます。そうじゃなくって、文字にくっついてる数字が下に来る。2分の5なの、これ答えね。もちろん、2で割るから、5ある2でしょ？ 5 ある2っていうのは分母こっちだから2分の5ってやってももちろん構わないんですけど、文字にくっついてる数字は下に来るよっていう。だからこうやってやっちゃうと、等式変形は楽かなと思います。で、これを分けて、3分の10マイナス3分の B、もしくは3分の 1B って書いても丸です。問題ありません。大丈夫だよ。はい、長くなりましたが、最後ですね。本当に盛りだくさんですよね、これ。最後、比まであるっていう。で、比です。比はですね、中中外外を使ってください。これ、まあ、工夫して、5倍でしょみたいなやっても構わないんですけど、基本的には、中中外外を掛け算します。で、まず中中やると、ちゃんと書けば、下が怪しいよね、これ。いけるかな ?1 行。3、カッコ、X、マイナス2となります。入った。入ってる。で、イコール、外、外、掛け算して30ですね。あと、これ解くだけです。比はね。で、配ると 3x-6 です。
ちょ、書けないんで、ここね。3x、マイナス6、右辺に持ってくると36になります。くっついてね。で、3で割れば、x イコール12と。なって、これで終了となります。はい、ということで、すいません。15分に収めたかったんですけど、ちょっとね、はみ出してしまった。では、今回は高校受験対策動画の死守シリーズ第5弾をお送りしました。今回もね、ここまで見ていただいて本当にありがとうございました。で、引き続き、まあ、このシリーズだったり、他の単元のシリーズも撮っておりますので、もしよかったらそちらの方もご視聴ください。では、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。